ック。さあ、ここが正真正銘ラス面ですよ。またさっきのワープか。で、なんだよここ、真っ暗じゃねえか。わめくな。いかにも我々には似つかわしい場所じゃないか。リンネ、お前も一緒に連れてこられたか。ふん、この重大な局面、むさ苦しいお前一人では美しい絵にならなかろう。どうだ、この絵の考案者よ。これがお前の描いた想念の終点なのか。だとしたら、随分と貧困な想像力だな。なあ、進行役。おやおや、お見通しでしたか。どういうことだ？この世界、ファントムフィールドの確たる想念、その主がこの声というわけだ。違うか？はあ？なんだよそれ！その通り、ようやく真理に到達しましたね。マジかよ。神とか抜かしてたのはまんざら嘘でもなかったってことか。そうだな。で、その神に等しい立場であろう者が一体何を始める気だ？こんな閉ざされた暗闇の中で。やだな、これは演出ですよ。演出。演出だと？これ以上何企んでやがるってんだ。ええ、クライマックスには必要でしょ。例えば、敵役を立てる表現とか、こんな具合にね。ハイド、キーストーンを。こいつは、俺のキーストーンがこうなっちまったのか。なるほどな。それがお前の正体か。ええ。皆さんのおかげで力は十分蓄えられましたよ。皆さんのおかげ？さっきの戦闘データとかって話のことかよ、こいつ。ええ、ここまで情報収集に付き合ってくれてありがとうございます。私の指示通り。好きで付き合ってたわけじゃねえっての。いい加減にしろよこの野郎。キーストーンを守れだの奪えだの言っていたのは全て布石だったということか。そういうことになりますかね。こうして私が自立するには相応の熱量とか情報が必要だったものですから。例えば異世界同士の因子の衝突から生じるエネルギーとかね。おい待てよ。だったら元の世界に戻れるってのも嘘だったってことかよ。嘘ではありませんよ。石の力があればあなたたちの世界に行くことができる。現に私は今からあなたたちの世界に向かおうとしているんですから。なんだと？数ある世界の中から最初に選ばれたことを光栄に思ってほしいものです。そういうことか。ハイド、こいつを止めるぞ。手遅れになる前にな。ああ、こいつのムカつく理屈はなんとなく理解したけど、そっから先がわからねえ。何する気なんだよこいつは。こいつは神境を喰らう気だ。な、神境だけではない。神境を取り巻く世界、最終的には全ての異世界をもこのファントムフィールドに収束させるつもりだろ。マジかよ。それじゃ全部めちゃくちゃになっちまうじゃねえか。そうやって世界をないまぜにして貴様は何をなすつもりだ。特に何も。世界を収束させることは与えられた機能に過ぎません。私はそれを果たすのみ。ふざけんな。そんな馬鹿げた理由で世界を好き勝手やらせてたまるかよ。まったくだ。悪いわ、ここで幕を引かせてもらおう。この世界を生み出し目論見で多くの人間を動かした。傷ついた人間だっている。望まない戦いを強いられた奴もいる。自分の思い通りに動く人間を見るのはさぞかし気分が良かっただろうぜ。だけどそれもここまでだ。
全て俺のこの手で終わらせてやる。お前の敗因はそう複雑なものじゃないぞ。世界の広さを知らずにそれを語った、たったそれだけだ。終わりだ、永遠に眠れ。ご苦労だったハイド、お前にしてはよくやったな。いや、世界救ってんだぜ。もっと褒めろよ、ここはよ。で、この後はどうなるんだ。俺たち、神境に帰れるのか。それはわからない。とりあえず、奴の残骸を調べて、何か情報を。やってくれましたね。おお、こいつまだ動けんのかよ。まったく、呆れたしぶとさだな。こいつは、やれやれ、最後の悪あがきというわけか。何が起こるんだ。キーストーンが破壊されたことで、この世界のコントロールは私の手から離れてしまいましたからね。はてさて、うまくいくかどうか。お前ふざけんなよ。この後に及んで何企んでやがる。お、どうやら始まりますよ。またこれかよ。お、なんだなんだって、ここ神境じゃねえか。俺たち戻ってこれたのか。やれやれ、ようやく起きたか。リンネ、いたのかよ。なあ、ここって神境なんだよな。夢じゃないよな。ああ、少なくとも見てくれだけはな。あ、それってどういう。なんだよあれは。まったく、ワレンシュタインめ、年がいもなくはしゃぎおって。ワレンのおっさんと、あいつはあの時のむちゃくちゃな半裸男じゃねえか。でどういうことだ。なんであの二人が神境で戦ってるんだ。あ、ハイドだ。ヤッホー。ハイド、無事か。ブービー、鳴神さん、お前らまで。ちょいタンマ、状況がわかんねえ。一体全体何が起こってるんだこりゃ。それはだな、神境争奪戦
はい、大乱闘チキチキタッグバトル大会というわけだそうだ。いや、説明になってねえよ。全くわかんねえよ。つうか、もっとわからなくなってるじゃねえか。ちゃんと説明しろ。まあ、察しが悪いですね。つまりは、神境をかけて熱いバトルを繰り広げろっつう話ですよ。てか、てめえ、何当たり前のように割り込んできてんだよ。諦めろ、ハイド。我々はしくじったんだ。はあ？しくじったって何をだよ。確かに我々はファントムフィールドの確たるキーストーンを破壊した。くさびを失った世界は崩壊し、取り込まれかけた異世界の因子も解放されるはずだった。ところがだっこい、最後の最後であなたたちに救われたわけなんですよね。俺たちが救った？いつだよそれ。最後の戦いだ。あの戦いからわずかではあるが、こいつは情報と熱量を獲得していたわけだ。神境自体を触媒に新たなファントムフィールドを再構築する力をな。なあリンネ、お前それ本当に状況を分かって喋ってるのか。失礼なことを言うな。全て聞いた情報でしかないが、私なりの解釈を踏まえてお前に説明している。神境の再構築、つまりこれがどういうことかはお前でもわかるだろう。新たに再構築ってことは、おそらくご推察通り、ここは神境であって神境ではありません。別学ですな。要は仕切り直しというわけだ。今もあの茶番を最初からやり直している最中さ。マジかよ。ああ、やるしかないみたいだ。私はいろんな武器が見れて楽しいけどな。ほらほら、いつまでも落ち込んでる暇はないですよ。あなたの対戦相手の登場です。あ、対戦相手？まだ戦うのかよ。へえ、次はてめえが相手かよ。ガキじゃねえか。なんだとこの。まあいいぜ、相手になってやる。うんうん、お互いファーストインプレッションは最高のようですね。まったく、まだまだ青いな。おっと、他の選手も続々とエントリーしてきましたよ。しゃあ、ここがどこかなんてわかんねえけど、要は敵をぶっ飛ばしゃいいんだろうが。未熟ながらによく吠えた。来るがいい。貴様もこの俺が食らってやる。皆さんのお役に立てるよう私も戦います。さあ、お相手はどなたでしょうか。うーわー、なになに、あの子もしかして全身が武器なの。はいはい、私が相手するよ。おやおや、こりゃタッグバトルというよりかはバトルロワイヤルですね。とにかくまとめて、レディーファイト。ったく、マジでやかましい世界だぜ。これ以上わけわかんねえもんに振り回されんのはまっぴらだ。悪いが手早く終わらせるぜ。同感だ。じゃあさっさとてめえをのしちまえばいいわけだな。やれやれ、今宵は長い夜になりそうだな。上等だ。取り戻してやるよ、俺たちの世界をな。